はい、こんにちは。今回も自転車ネタでやっていきます。私のチャンネルでは全くニーズないの知ってるんですけど、私の趣味の備忘録みたいなものなので自転車ネタもやっていこうと思います。で、今回はですね、また再びローラーネタですね。前回自動負荷ができる3本ローラーを購入してたんですけど、私の一番やりたかったマイウッシュというシステムが使えなかったんで、やっぱりマイウッシュ使いたいなと思って、いろいろ物色して、今回また別のローラーも手に入れました。その紹介ですね。中古の古いローラーなので、新しいものが好きな方には不要なネタかなと思うんですけど、とりあえずその自動負荷ができて、いろんな仕組み使えるっていうローラー探してる方なんかにはおすすめかなと思えるローラーだったので、紹介していこうと思います。ではやっていきましょう。はい、ではまず準備からやっていきましょう。こんな感じで準備完了ですね。ローラーはですね、タックスのジーニアスという、結構昔発売された、当時はかなり高価だった固定ローラーですね。ちょっと後ろからも見てみましょう。こんな感じの固定ローラーですね。モーターで負荷かけるみたいなので、20% ぐらい負荷かけられるみたいですね。で、私も乗ってるんですけど、かなり高負荷までかけられる印象でした。で、今これ、フリーの状態になってるんですが、ここをこうグリッと、これで固定ですね。こんな感じで固定されるという感じです。では試しにちょっとアプリケーションいくつか試してみましょう。はい、ではやっていきましょう。まずはタックスの純正アプリやってみましょう。私はスマホ使ってるんでパソコンではやってないです。はい、ではスマホのキャプチャーも始めたので見ていきましょう。こんな感じですね、アプリケーションは。まずはデバイス、ケーデンスも来ましたね。で、一応構成見てみましょう。今すぐ構成ですね。はい、こんな感じで構成が完了しました。では早速乗ってみましょう。これ私実はまだ、タックスのアプリケーションはまだ使ったことがないので、適当なの、ちょっとコース短いのがいいな、これかな。ちょっとやってみましょう。結構重いですね。なんだ？接続が切れたんですね。
見てる限りは、まあエリートよりも全然画質はいいですね。ただ結構接続切れるな。それがちょっと残念かなっていう感じですね。まあちょっと今 Wi-Fi の状態悪いのかな。まあ、DAX はでもこんな感じみたいですね。映像は綺麗なので、まあ割と悪くはないかなと思います。はい、ではこれをやめて別のアプリケーションに切り替えてみましょう。では一番の目的だったマイウーシュやってみましょう。重っ。はい、こんな感じでマイウーシュ快適に使えてますね。今ちょっとかなり軽く漕いでる感じですけど、全く問題なく動作してますね。まあもう何回か試してるんですけど、まあ負荷は相当かかります。まあこのコースなかなかまだ坂出てこないんで、まあそこまでやる気はないんですけど、まあ結構ガツンとかなり重くなるローラーなので、パワートレーニングやりたい方なんかでもできるんじゃないのかなと思います。ねえ、はい、こんな感じですね。はい、そんなわけで今回はこのローラーネタでした。まあ、タックスのこのジーニアスというローラーなんですけど、当時すごい高かったんですよね。たまたま中古で見つけて購入したんですけど、確か1万4000円ぐらいで購入できたんですよね。まあ、かなりお買い得だなと思って購入したんですけど、今あのズイフトが月2400円ですかね、まあ、結構いい値段するんですよね。ワークアウトもズイフトでやりたいっていう人にとってはまあいいと思うんですけど、まあ、私はそこまでではないので、トレーニングはしてたいので、まあ、基本的に3本ローラーが好きなんですけど、まあ、ズイフトで、まあ、ガチッとやりたいっていうほどでもないですし、ズイフトのレースにも私全然参加しないですし、まあ、なので、まあ、できるだけ費用は抑えたいという感じだったんですよね。まあ、そこら辺行くとこれ、まあ、出費が、まあ、安く買えたとはいえ1万4000円ぐらいですかね。ズイフト半年分ぐらいで購入できてますんで、まあ、それで、まあ、タックスの純正アプリとはもちろん相性いいですし、マイウーシュとも全然つなげられるので、まあ、用途の幅は広いなと思ってますね。まあ、ただやっぱり私はなんだかんだ何遍も言うんですけど、3本ローラーの方が好きなので、まあ、3本ローラーをメインとして、まあ、たまにまあこっちでマイウーシュをやったりですとか、まあ、タックスの純正アプリで遊んでみたりとか、まあ、そんな感じでやろうかなと思ってます。はい、そんなわけで今回は、まあ、自転車のローラーネタということで、まあ、ほぼほぼニーズがないのを知っててやってますので、まあ、ほぼ再生されないんだろうなと思って作った動画です。はい、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございます。